今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は子どもたちが待ちに待った遠足に本当にいいお天気の中に行くことができました。すみれさんのお部屋でも先週延期になってしまった時なんかはやっぱり悲しそうなお顔をしていたんですが、今日はとてもいいお天気になって、明日は大きなバスに乗って行くんだよなんて前日お話をしていたんですが、もうみたいな、もう子供たち本当に楽しみしてたみたいで、本当に何のお話をしても遠足に行ったらみんなの大好きなお弁当食べるんだよって言ったら、へーとか、大きなバスに乗るんだよ、へーみたいな、もうコントやってるみたいなぐらい本当にニコニコで楽しく遠足を待ち遠しく思っておりました。で、今日はやっぱりバスに、赤バスで霞まで行って、で霞で大型バスに乗り込んだら子どもたちはもう大きいって言って、もうそこでも楽しくお話ししたり、バスの中ではバスガイドさんがなぞなぞを出してくれたり、歌を歌ったり、本当に楽しく過ごせて、子どもたちも元気なお声でお歌を歌うことができて、バスガイドさんも本当にみんな元気だねなんて褒めてくださって、そこでもさらに子どもたち楽しく嬉しくなって元気に過ごすことができました。そして向こうのフラワーパークに着いてからは大きい芝生でゴロゴロしたり、美味しいお弁当食べたり、本当に楽しいことたくさんなって、本当にもうまとまらなくなっちゃったんですけど、なんといってもやっぱり4月から子どもたち入ってきて、10月になって年少さんなんかは特にもう一列に並んで、ちゃんと広いフラワーパークでも誰も迷子にならず、しっかりお友達と楽しく元気に過ごして、無事に帰ってこれたことがやっぱり私の一番の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。